大会1ヶ月ちょい前今なんだけど、一番コンディション最悪かな本当のこと言ったら、もうなんか、ね、去年すごい、ね、高評価された分、なんか本当だったらそれ以上のコンディションを持っていきたいところを、もう自分の中では、うん、その中でもやっぱやるって決めたからには今回の自分のできること精一杯はやっていきたいなっていう気持ちです。まあ、僕のお姉ちゃんだからちょっとひいきっぽく聞こえるかもしれないですけど、誰よりもオリンピアに行けるチャンスは僕はあると思ってますし、それを願っています。僕の夢だしお姉ちゃんの夢でもあるんですけど、やっぱ一緒にねオリンピアのステージに立つというのがやっぱ夢ではあるので、まず先にねオリンピアの、ね、クオリファイを獲得してくれたらより一層僕のモチベーションも上がるので頑張ってもらいたいなっていうふうには思いますね。選手として、まあ、モチベーションだったりとか周りの環境っていうのをもう少し充実したいなと思って、うん、ちょっといろいろねやっぱ私もコーチのもと離れたりとかあった中で環境をずっと変えたいなっていうことはあったので、ちょっとタイミングはね今回がベストだったかどうかはわからないけれども、でもやっぱ名古屋にいるときはこの選手っていう人も周りにいなかったし、なんか結構本当に孤独な感じでやってたので、東京に来て、まあ、エディだったりとか仲良くしまってリフトメンバーだったりとか、あと、まあ、団体違えどなんかビキニの選手している友達だったりとかもいるので、今からトレーニング前で1時間ぐらいだから、まあお米と卵だけでいいかなって感じ。トレーニング前のエネルギーだけは確保。このね食器棚が届くのにで2週間ぐらいかかるみたいだから、もう諦めてこうした。でしかもコードが届かなかったから。もうこの段ボール積み上げて作った。ちょっとね完全に急ピッチな減量になるから、もうかなり食事を減らしてるかも。お米こんな感じ、なんかね玄米ともち麦と黒米と小豆とあとなんだっけ黒豆入れてる。レンチンしてから、そうレンチンしてね、卵白だけ固めちゃうんだよね。でこれねお米 80g しか入ってないんだけど結構かさ増しになるのこの卵白で。でこれをこうやっていただきます。うん、おいしい。いや絶対来てよかったと思うよ、うん、だってやっぱ環境がね整ってるっていうのもあると思うし、
例えばこの競技ってやっぱり結構モチベーション大事じゃん。その減量が結構大変だったりとかするから、その時やっぱ周りにこう刺激を与えれる人とかモチベーションをくれるような人たちが多分東京にいっぱいいるから、なんか最初は引っ越しねすごいしんどくて、あこのタイミング間違えたかなって思ったんだけど、まあある程度生活リズムもできてきて、あの、まあ、ジムにも行けたりとか、あとコンディション整えたりとかも進むにつれて、あもう絶対にこっちに来てよかったなって思った、うん、でもなんか私もねあんまりこの大会があるっていう実感が去年ほど強くないんだよね、うん、そう。でも多分2週間前ぐらいから多分実感湧いてくるんじゃない。体ももっと仕上がってきてさ、うん、多分それ今は大会っていうよりもこう体を仕上げるっていう方に多分意識いっちゃってて、うん、多分あんまりそう考えてる余裕がないんだと思う。 そうだね。そこで多分体がめっちゃいい感じに仕上がってきたら、うん、大会始まってくるみたいな感じで、うん、多分モチベーションがまたそこで上がるんだと思うけどね、うん、まあ、今日はゴートレということでお姉ちゃんと一緒に、でも初めてなのね、ゴートレ初めて一緒にトレーニングしたこと人生で一回もないっていう、うん、なんか結構私もサリーさんいつもエディさんとトレーニングできていいなとか言われるけど一回もしたことないっていう確かになんでちょっとあの2人とも強みの肩を、うん、多分あんまりあのお姉ちゃんの肩っていうイメージないと思うんですけど、やったら結構張るんで今めっちゃなえなえだから、うん、張らしてほしい。だから今日2人で肩トレをやりたいと思います。はい、お願いします。しかもあれでしょ、俺の姉ちゃんも今動画撮ってるんでしょ。そうそう、なんか俺の YouTube のアカウントで俺の姉ちゃんのドキュメンタリーを流すってことでしょ。まあそうですね、まあ、大会近いんで、もうだからたまに俺に出てくれってそういうことね。たまにじゃなくて結構出てほしい、うん、まあそこはおいおい、はい、ちょっと自分の気分もあるんで、はい、じゃあちょっと頑張っていきます。はい、お願いします。いや、あのもうお姉ちゃんの本当強みっていうのは、まあ、もちろんステージングもそうですけど、やっぱりそのアウトライン、まあ、肩もやっぱ僕もそうですけど、まあ、肩すごい強いですし、あとはその体のメリハリとコンディションっていう部分はもうトップレベルなのかなっていうふうに思うので、あの今、まあ、東京に来てね、まあ、いろいろ環境が変わった中でちょっと苦戦してるっていうふうには聞いてるんですけど、でも必ずお姉ちゃんがベストのコンディションでステージ立ってくれると思ってますし、ステージにベストのコンディション出れれば勝てる、ポテンシャルを持ってるのかなっていうふうに思ってるので、そこを信じたいなっていうふうに思いますね。1 2 3 せーの、よし、変わったもんね。いや変わるのよ、急に変わるよね、うん、ほんとコンディション悪かったもんな。いやもうマジでほんと出れないと思ってた。いや大丈夫、俺もだから、うん、そんな感じで一番ベストのコンディション持ってってるからね。オリンピアで来年、来年取れるもんね。
来年俺はもう取るから、サリーが11月取るかどうか先に準備しとけばいいんだよね。先に準備、ま、ね、先に取ってもらって、うん、で、エディに取ってもらって、そうそうそう、来年同じタイミングで出るっていう、早く叶っちゃうじゃん、夢。いや、やばいよ。いや、慣れたらいいよね、うん、なんかようやくスタートライン。なんかその崩れたコンディションからようやくちょっと戻って、その先が見えてきた。だからまああと1ヶ月で仕上げられるぞっていうちょっと希望が見えてきた感じかな。なんかもう本当にかなりのビッグチャンスだから、うん、結構弱気だったんだけど、いやもう今年大会出れないかもとか、もうこんなコンディションじゃとか思ったけど、もう今はもう絶対に取りに行くっていう気持ちで全力でやっていく感じ。